嵐が訪れようとしている。大気が戦の気配で満たされる。空位となった帝国の玉座を三つの偉大なる同盟が奪い、邪悪が目覚め、姿を消していた敵が動き出す。アムリエルに破滅をもたらさんと、禁忌なる闇の陰謀に手を染める。そして死の長き手が忍び寄る。第2期582年、戦の鼓が大陸に鳴り響く。ここに我らの旅が始まる。はい、皆さんこんばんは、ちひろでございます。今日もね、エルダースクロールズオンラインエボンハートパクト編の続きの方を、やっていきましょうということです。前回ね、ここでスカールド違うな、ジョルン、スカールドのジョルンだね、を、夢の中に入ってね、今ね、隣にいる嵐の目の者と、あとエスリング大司祭、これはあれだね、なんたら文句の、大司祭、みんなでね、協力して、ね、ジョルン王からデイドラの毒を取り去ったと、いう形で救ったわけです。でね、いよいよジョルン王も、フィル城をやらなきゃなんねえぞと、なったので、その続きをやっていく感じになるのかな、今日は。ここね、スクルダフンに行くことになると思います。今日の最終目標は、やっていきましょうか、というわけで嵐の目のもの。我々はまだ生きている。生きてるな。こんな結果になるなんて想像もしていなかった、今は少し休みたい。テルニオンの文句と三柱の古き神々を学ぶために素晴らしいことだ。それから正直言うと、しばらくは夢の中に行きたくないんだ。夢中の歩みからは回復したのか。大体な、訓練と経験のおかげだ。学び、理解するよう教えられた。生き残るためにな。スカルド王も同じことを悟った。ジョルンのような指導者は滅多にいない。聞く耳を持つ統治者だ。ジョルンはどこへ？休養して側近たちとの会議を開くだろうな。重視。エボンハートパクトのリーダー、その他の貴族と一緒に北東に大規模なキャンプがある。兵士たちはジョルン王陣地と呼んでる。スクルダフンという場所からほど近いところだ。わかった、ジョルン王陣地に行こう。というわけで行きましょうか。ジョルン王陣地に行く。よし、じゃあまずはここか、ここを目指していくと。こっちだな。え、なんだ、ヨステビタの隠れ家を発見した。
なんかない？特になんかあるわけでもないのかな。うん、何もない。あ、ここにもある。この伝説の書物っていうものでしか魔術師ギルドの経験値が、あ、もちろんまあクエストとかあるんだけどね、魔術師ギルド関連のクエストとかね、それでも稼げるんですけれども、基本的には戦闘とかで稼ぐわけじゃなくて、ああやって本を集めていくことで魔術師ギルドのまあ経験値がまあ加算されてランクアップしていくと。あれ、もう一個手前の道だったの。キツネのフロティルド。ごきげんよう、チャンピオン。ここがジョルン王陣地？そうよ。来るのは分かってたわ。あら、本当？あなたの到着を待ってた。なぜ会いたかったの？イルンスカー王子に見張りを命じられたの。なるほどね。王子が話を従ってたわよ。王子は東門の城塞でフィルジュア・オークセインの部隊の動向を監視しているわ。分かった、イルンスカー王子を探す。ここは静かよ、今のところは。今のところは。スカルドはここに？ええ、この場所はジョルン王陣地と呼ばれてる、うん、ジョルン王がオークセインを倒しイーストマーチに平穏を取り戻そうと決めたのはこの野営地よ、うん、ジョルン王はどこから回復したのかい？暗殺の試みはスカルド王の指揮を損なっていないわ。そのことを聞いているならね、うん、ダークエルフの治癒士たちが付き添っていて王は日に日に回復してるわ。なるほど。パクトの指導者たちはイルンスカー王子とうまくいっているのか？それがまだみたい。まだなのかい。王が毒を盛られた時に王子が避難して、うん、それが障害になっているらしいわ。まあね、名誉のために言うけどイルンスカー王子はこの緊迫した関係を修復しようとしてるわ。なるほど。そうでないと困る。フィルジュアは自分の兄を毒殺しようとしたの？そうだよ。それでノルドがついてくるとでも思ったの？想像以上に愚かなようね。この辺りに、あ、ここにもありますよ。上にいるのかな？上にいるね。会えて嬉しいよ、友よ。王の様子は？父はまだ毒で弱っているが回復に向かっている。父が体力を取り戻すまでまとめ役を務めよう。味方のダークエルフとアルゴニアンの信用を取り戻さなければいけない。アモルトリデで残念なことをしてしまったせいで警戒されている、うん、君の不徳の致すところだぞ。それは何かできることあるか？キャンプにいる最高位のパクトの指導者と話をしてほしい。ダークエルフのエベス・ノラミル将軍とアルゴニアンの王佐鋼の目の者だ。パクトの強さを示すためにできることを考えてほしい。わかった、イルンスカ王子。今すぐに。で、代表たちのちょっと頼み事を聞くんだろう、どうせ。どうした？誰かゲロ吐いてたね。どこにいるのかな。いたぞ、鋼の目の者。お話があります。多くの戦争があったけどヒストは生き残った。イルンスカ王子に言われて話をしに来た。戦は風に乗った嵐のように迫り、王子は私たちの助けが必要。どうして王子とその勇者を信じなければならないの？話をすればイルンスカを擁護する者を評価できるかもしれないけど、戦は人を強くするもの？戦に勝つか負けるかによる。疑う余地のない答えね。別の質問をしましょう。戦の時に最も役に立つのは強い意志と強い肉体のどちら？
難しい質問なの。弱い兵士であれば剣を振ることも弓を引くこともできない。勇気と忠誠心がなければ兵士は役に立たない。こっちだと思うな。勇気と忠誠心がなければ兵士は役に立たない。よく考えられた返答ね。イルンスカー王子の強硫な考えは危険で、パクトを形成した理念に反さないかと心配しているの。王子は過ちから学んだ。父親が危うく死にかけた。面白い見方ね。失敗から学ぶとは。ストームフィストの指揮者ハルドビターブレイドも同じように失敗から学ぶかもしれない。例えば首を取られて。少なくとも兵士たちはエボンハートパクトを恐れることを学ぶでしょう。なるほど。じゃあビターブレイドの首を持ってこよう。ついでに野良見る将軍とも話そうか。ご無沙汰してます、ノラミル将軍。なんだそこに突っ立って見つめないでくれ。こっちは忙しい。七つ謎ごっこをしてる暇はない。イルンスカ王子に言われて話をしに来た。あの幼君の使いパシリか。しかも真っ先に私に会いに来たわけではないようだな。側近によれば私より前にトカゲと会っていたよ。イルンスカーはパクトへの関与を認めてほしいんだな。質の悪い蜂蜜酒を飲んで戦略を練る気か。うん。王子は過ちを犯した。今は仲間を安心させたがっている。言葉は指して意味がない。血の契約こそが拘束となる。私の探検バイパーズストライクを使え。探検を使ってストームフィストを殺せ。敵の血を吸収し魔力を強大にする。探検に力が満たされたら返しに来い。血を吸うのか、この探検は。そう、魔力を蓄えるために。君やあの幼君は気分が悪くなるかもしれないが、私は完全に理解している。バラン、あなたは私の兵じゃない。何か必要なの？いや別に。さてと、じゃあ、あ、ここにスカイシャードがあるのじゃだ。さてと、それではどこへ行けばいいんだろうか。ここか。見えなかった。死んだ敵でいいんだ。なんでできないの？なんでできないの？あ、彼もやってるってことなんだ。それでか。
耳を引けない。ターブレイドのビターブレイドはどこにあるんだ。それでこれか、これだね。偽りの王とその外国の同盟は挑戦者を好きなだけ渡る。ごめんなさい。ごめんね、言う前に終わらせてしまって。よし、これでいいな。誰も治療してくれないの？あら、勇敢かつ謎めいた勇者のご帰還ね。何かいい話でもある？ストームピストの指揮官を倒した。首を持ってきたことは分かってる。ビターブレイドは倒すべき強大な敵で、あなたがイルンスカー王子のために骨を折ってくれたおかげで王子に対する考えが変わった。王子と話をして必要であれば相談に乗りましょう。ありがとう、鋼の目の者。血を吸わせてきましたよ。死者たちに警告してくれ。イルンスカーの伝令が戻ってきた。バイパーズストライクに力を蓄えた。よくやった、褒めてやろう。だがストームフィストを数人倒しただけでは真に目覚ましい功績とは言えない。しかしあの幼君のために骨を折ったということは、幼君はアモルトリデでのとんでもない行動について償いを望んでいるようだな。幼君と呼ぶのをやめてくれるといいのだが。正論だが、それでは面白くない。ああ、そうか。私はイルンスカー王子の下で働くべきなんだな。王子はこの多大な知識と経験の恩恵を受けるに違いない。お願いしますよ、ノラミル将軍。よし、じゃあ王子と話そう。おしゃべりしてる時間はないんだ。あなたは腕が立ちそうね。こっちじゃなかった。会えて嬉しいよ、友よ。アルゴニアンとダークエルフの指導者たちのための任務を終えた。エベス・ノラミル将軍と鋼の目の者が会ってくれるという知らせを受け取った。二人にふさわしい敬意を表して我らが同盟の強化に力を尽くす。重ねて言うが、お前の助けのおかげで大義を推進できる。感謝する。うん。重視やパクトのリーダーたちと戦略を話し合わなければ。他に何かできることは？アルゴニアンとダークエルフの指導者たちは集まる用意ができている。軍事会議を開く時だ。獣士たちにも参加するよう説得できないか。独立した勢力だが彼らの助言がもらえると助かる。分かった、獣士たちと話してみる。アルバルド獣士から始めてくれ。彼は父の親しい友人だ。
頼れる従事といえばハルバルドだ。分かった、ハルバルド従事に話をしてくる。治癒士のテントの前で会おう。父の隊長は我々と一緒に行けるくらいのはずだ。用紙レベルが45になったということで、これでアンドオンテッドのね、入り口で、毎日のデイリークエストが受けれるようになります。で、これを受けた状態で、あのここに行ってこいっていうね、あのダンジョン、グループダンジョンに行くと鍵がもらえます。で、その鍵でアンドオンテッドの、ね、入り口にある宝箱を開くと、モンスターマスクセットの型装備が手に入るということなんですわ。これを終わらせないと。はい、さて何かスキルに触れますかね。どうしようかな。重装体術、そうしてる、これか。1ポイント欲しい。ウェアウルフ、ここここれにポイント振るかな。追撃、これだな。これとこれに振ろう。ちょっとウェアウルフのねスキルをちょっともう充実させたいと。せっかくウェアウルフなのに、ウェアウルフになって戦う機会は全然気まぐれでしかならないからなんちゃ面白くない。やっぱりね、変身するってことにね、プラスになる要素がない。私も冒険に出られたらな。ハルバルド重視。今ちょっと忙しいんだ。また後で来てくれ。いるんすか、王子は。軍事会議に参加してほしいと言ってるぞ。そんなことを？王子の命令に素直に従うとでも？なぜ私が？王子は父親が毒に侵される前からずっと頭が固くて厚かましいやつ以外の何者でもなかったなるほどね説得しようか。イルンスカー王子は知恵と助言を求めている。もうひとときの感情に駆られるようなことはない。ジョルン王との友情のためにも王子に二度目の機会をやるべきなんだ。お願いします、ハルベルト重視。王子に会おう。他の重視とは話したか？いえ、まだです。次はオーダーウルフシスターを探せ。素敵な女性だが少し変わっている。狼が大好きなうまく見つけられるといいな。普段は大好きな狼と触れ合いながら森を歩き回っている。分かった、次はオーダー獣士と探そう。オーダー獣士を探そう。頼まれてはいないが、助言が欲しいというのならオーダーの私兵と話すといい。ジェイマは獣士を追おうとしてはいるが簡単なことではない。最後に会ったのは表門の前で主人を探していた時だった。さあ行け。イルンスカー王子にはすぐに会おう。お願いします。どこで？こっちか、反対側か。なんか知った名前がいないか。いや、この夜の暗さいいね、この設定がやっぱりやってたみたい。まったく、たくましいんだろオーダーウルフシスター重視を探しているんです。それで彼女を見た？見てない。彼女はここにいない。どこかで最愛の狼たちと語り合っているわ。ずかずかと森の中へ走り去って、どうやって彼女を守れるっていうの？頭に来る女よ、腹立たしいわイルンスカ王女の代理で彼女と話す必要がある。最後に見た時はキャンプの東にいたわ。狼たちと語り合ってたわね。でも彼女は確かに狼たちと通じている。彼女に吠えるものは見たことがない。もちろんあなたにそんな幸運は期待できない。でも狼を殺したら彼女は怒るでしょうね。どうやってアプローチしたらいいかは提案は。カニスケップキノコを食べてみて。
あなたの匂いか何かを隠してくれる。狼たちに攻撃されないそうよ。自分で試したことはないけどね。私は狼たちに近づいたりしない。それか、オーダ重視を見つけるまで狼たちを殺し続けることもできる。でも彼女の助けが欲しいならやめた方がいいわよ。キノコはどこに？カニスケップキノコはよく丸太に生えてるわ。この門のすぐ外で大きい丸太に生えていたのを見た気がする。うん、まあラリちゃんも狼と話す人なんだけどな。なんなら狼です。大きい丸太。この時ウェアウルフのアドバンテージがあってもいいと思うんだよな。狼に襲われないみたいなね。なぜならウェアウルフだからいるじゃない。それあ普通に見つけちゃった。ここに来て自然を味わうのが好きなの。オーダ重視か。あなたを探してた。どこかで会ったことはある？あるよ。イルンスカ王子があなたが軍事会議に出席することを望んでいる。そうなの？考えておくわ。初めて会ったみたいな感じ。このことを私の一族がどう思うのか知りたい。彼らはオークセインが縄張りを荒らしているのが気に入らないみたい。その一方で私たちがいることも気に入らないようね。あなたが王子のことを手伝ってくれることを願う。考えると言ったはずよ。その間この軟膏を塗ってあげる。狼にとって心地よい香りがするのよ。こうすれば彼らから襲われない。なるほどね。少しの間しか効果は続かないから早くキャンプへ帰った方がいいわ。うん、なるほどね。でも5分効くんだね。で、イエッキ重視と話す。スキッパのイエッキ。これだ。裸かい。ハチミツ種、それともミルク？ノルドか、それとも虫か？イルンスカ王子に言われて話をしに来た。へえ、先に評判を聞いていたか。いつも半分酔っているけれど、頭は冴えているよ。イルンスカ王子は一部の重視やパクトの特使に会いたがっている。そうだろ？その通りだ。もちろんその通りだろう。だが俺のことは言わないでくれ。王子は嫌なやつなんでな。退屈な軍事会議に参加する理由は知っているか？蜂蜜酒だよ。特にボルジャー醸造所の最高のやつ。最近届いたんだ。蜂蜜酒は誰が持っている？持っていないやつなら知っているよ。俺さ。ダークエルフどもが箱で持ってるが、連中はあれを嫌がってる。補給係に聞いてみろ。譲ってくれるんじゃないかな。もしくは瓶がないか周りを探してみろ。蜂蜜酒ならどこのものでも構わないぞ。結局何でもいいんだな。まあ聞いてくるよ。あ、この人なんだな。結局ベラちゃん、ちょっと話があるよ。あなたは私の兵じゃない。何か必要なの？蜂蜜酒を開けてくれない？蜂蜜酒？うんざりするくらい甘いわね。シェインかフリンが一杯欲しくなる。あれこそ本来の飲み物よ。その通り、ひどいものだ。ノルドにしか合わない。引き取らせてくれ。あいつらが蜂蜜酒をどうしてこんなに欲しがるのかわからない。ノルドのどこにこんな欲望が？しかも武器を振るう能力は落ちないようね。どうぞ、在庫処分できて嬉しいわ。うん、うまいこともらえた。やっぱ説得とか威圧があるといいね。威圧はあんまり好きじゃないんだけど、説得はもうあったら大体使ってます。持ってきたよ。あのボルジャーの蜂蜜酒を入手できたか？頼まれた蜂蜜酒を持ってきた。そう、
まさにこれだ。だろ？一緒に飲もう。スカル王の、じゃなかった。スカル王。スカルド王の健康に乾杯。スカル王というのはなしね。なしだな。なしの方がいいだろう。よし。一杯なら構わない。これこそノルドの酒みたいなものだ。次は一杯じゃ足りないとか言いながら飲むのがおすすめだ。よくあるなそれ。よいしょ。まあラリちゃんも会議に出席するならアルコールによる精神的砦の強化が必要だ。このボトルを飲み干したら行く。そうしてください。よし、じゃあ次は軍事会議に行く。集まってんだね。フィルジョアはフレイリスの王冠とナルンヒルデ女王の遺体と共にスクルダフンにいる。何をする気なの？オークセインはドラゴンの祠でそれを使って父の王座を奪うつもりだ。資料術の儀式か。その王冠は強力なアーティファクトよ。オークセインがそれを使って何をやるか考えるとゾッとする。あのろくでなしが伝説の王冠を使うなんて、敬愛する女王の遺体を使うのも許せん。父上、我々は父上を誇らしく思っています。元気な姿を見られてよかった。弟はソブンガルデから姉の魂を呼び戻そうとしている。フレイリスの王冠は人ではなくその魂を見るだろう。ジョルン王、シクルダフンに接近する方法を話し合っておりました。そうだとも。フィルジョアが防御を強化する一方で我々は話し合って戦略を練っていたんだ。それで何らかの結論は出たのかしら？ストームフィストはドラゴンの祠への道の防備を強化した。正面攻撃は時間がかかるでしょう。そんな猶予はないかもしれない。時間とは所有できない贅沢なものだ。儀式が完了すれば全て失われてしまう。だから偵察の報告書が必要だと言っていたのか。他にスクルダフンへの道があるんだな。他の道は常にある。勇者よ、話してもいいかな。何でしょうか。会えて嬉しいよ、勇敢な友よ。勝利の時は目の前だ。話があるそうですが。そうだ、お前には感謝しているが、その力がまた必要だ。私の兵士がスクルダフンへの攻撃を開始したが、フィルジョアにもっと早く近づかねばならない。イエベス・ノーラミル将軍は偵察の報告書のことを言っていたか。ああ、優秀な石膏たちが何人かこの地域を調査している。メラがここから北にある丘で何か見つけたそうだ。あのドラゴンの祠には通路と秘密の入り口がたくさんある。それで出番が来たということか。いい返事だ。攻撃のために途中の敵は一掃しておいてくれ。ノラミル将軍と話すんだ。周囲の石膏を彼がまとめている。別の入り口を探すためにな。オークセイン打倒のためエボンハートパクトは共に立ち向かう。了解。用事があったら呼んでくれ。チャンピオン。よし、将軍と話そう。フィルジョアとストームフィスト旅団を完全に倒す時がついにやってきた。ジョルン王はあなたと話すように言われた。おお、そうか。石膏の報告書だ。彼が言うには、私と彼がオークセインの軍を引きつけている間、君にはスクルダフンに潜入してほしいそうだ。スクルダフンはノルドにとって特別な場所だ。ジョルンは以前からそこで集会を開こうと計画していた。だがそこにフィルジョアがやってきた。なぜフィルジョアはスクルダフンを制圧した？フィルジョアはドラゴンの祠を使ってナルンヒルデ女王の魂を盗み、フレイディスの王冠にスカイリムの真の支配者が自分だと認めさせようと企んでいるのだろう。
北東で石膏のスノーハンターに会ってくれ。彼がスクルダフンへの行き方を教えてくれる。よかった、石膏スノーハンターを探しに行く。スクルダフンっていうのはスカイリムね、あのエルダースクローズ5ではソブンガルテにつながる道があるんですよね、うん、まあだからね、死者の魂と、うん、を呼び寄せるには多分そこが一番いいんだろうと。多分そういうことだろうね、うん、でどこに行けばいいの。ここか。よし、グレードルクラッシュには今度は巨人がうようよいるって。それでよかったの本当に。あ、いたね石膏スノーハンター。ジョルン王の陣地から来たのか。将軍の使いか。ノラメル将軍に使わされた。素晴らしい状況を維持するためにここで最善を尽くしているが、早く行動しなければな。敵が目的を達するのではないかと心配だ、うん、お前がいて助かった。機会を逃したのかと心配になっていたんだ。他の石膏の報告によれば、フィルジュアの側面はガラ空きなようだ。それをどうやって活用すればいい。メラ重視と話しに行け。この道を通ってスクルダフンへ招待を率いていった、うん、ストームフィストの注意を引かずに残りの兵が道を通っていける方法を見つけなくてはならない。わかった、メラ、ストームクローク重視と会うことにする。スクルダフンは極めて防御がしやすい。あそこへ軍隊を送り込むのは容易ではないはずだ。とはいえ亡命者のフィルジュアがこちらの準備が整うのを待ってくれるわけではない。幸運を祈る。分かった、ありがとう。よし、じゃあ行くぞ。スクルダフンに。Thank you.